さらに1点加えられた7回、吉村の第4打席が回ってきた。ああ、これは当たりそこね。この試合初めての凡打、吉村に焦りが見える。そして2点差のまま9回ワンアウトから1番の上坂。ショートの右、さあ一塁はどうだ、足が速い、ランナーが出ました。なんとか俺まで、4番吉村が声をかける。2番日野が凡退してツーアウト2塁、バッターは3番福原、ネクストには吉村。センター前、ヒットになった。セカンドランナー、回った。アウト。常総学院逃げ切りました。吉村に第5打席は回ってこなかった。ヤングスラッガーの春は目の前で終わった。必ずホームインしてくれると思ってたんですけど、まあ、向こうのプレーが一歩上ですし、3試合ともあっという間に終わったという感じで、